こんにちは。今回は文化的影響から臨死体験について考えてみたいと思います。歴史や文化が異なれば臨死体験の内容は全く異なるのでしょうか。それとも臨死体験の主たる要素は共通していて、それぞれの文化はそこに独自の趣を添えていると見るべきでしょうか。立花隆氏はパプアニューギニアに住む少数部族であるカリアイ族の臨死体験が先進国のものと共通性に乏しく、臨死体験の主たる要素であるコア経験がほとんど認められないことなどから、死の概念の違いによって臨死体験の内容が変化することを指摘しています。そして現実の臨死体験は全てそれぞれの文化のコンテクストの中で、その文化独自の言語、イメージ、シンボルを用いて表現されたものだといい、文化に影響された部分を全く排除しようとしたら、玉ねぎの皮を全部剥くように何も残らないことになってしまうかもしれないと述べています。ただ立花氏もクロスカルチャルなデータが少ないことも認めており、提供できたサンプルもわずか3つであり、これほど少ないデータから何か一般的な結論を導き出そうとするのは誤りだろうとも述べています。一方で文化が違っても臨死体験の主たる要素は共通していることを示唆している研究もあり、文化的な影響を受けた体験者の脳が作り出したイメージとは言い難い側面もありそうです。例えばザンビア大学のウサマ・ムンブエはアフリカにおける15人の臨死体験者を見つけ出し調査を行ったところ、彼らのほとんどはテレビもラジオも持たず、新聞も読んだことがなかったにもかかわらず、世界各国の臨死体験者と同様のコア経験をしていたといいます。またクロスカルチャルなデータについて近年ではどうかというと、ジェフリー・ロングは異文化における臨死体験についても広範囲にわたる研究を行った結果、臨死体験の主たる要素は世界中で同じであったという結論を提示しています。ロングによれば、インドのヒンドゥー教徒であろうが、エジプトのイスラム教徒であろうが、アメリカのキリスト教徒であろうが、対外離脱、トンネル体験、穏やかな気持ち、光の存在、人生解雇、戻りたくない気持ち、体験後の影響など主たる特徴は同じであったといい、文化的心情は臨死体験の内容に特に影響を与えないとしています。そしてロングは臨死体験研究の初期段階において、多くの調査が5件にも満たない事例から結論を求めようとしていることや、伝染病の多い国々で見られる高熱によって引き起こされる幻覚など、死に瀕さなくても起こりうる明らかな幻覚などを報告したことなどにより、初期の研究が間違っていたことが明らかになってきたと主張しているのです。このように臨死体験の主たる要素であるコア経験は世界中で見られるという主張には一理あると思われます。しかし日本において頻繁に見られる三途の川やお花畑が海外ではそれほど見られないということや、インドでの臨死体験の報告にはヤムラージが出てくることが多いということを示した研究も一定の水準で蓄積されていることなどを考えると、文化の違いによって異なる点があることもまた完全に無視することができないのも事実でしょう。ちなみにアメリカの臨死体験者であり臨死体験の研究者でもあるフィリス・アトウォーターは、臨死体験それ自体を初期経験、時として非経験とされる、不快で地獄のような経験、内部浄化、自己との対峙、快適で天国のような経験、安堵感と自己確認、超越的な経験、典型、現実を超えた経験の4つに分類しています。このように広い視点から臨死体験を捉えようとすると、文化や地域の差を持ち出さなくとも、そこに多様な体験が含まれる可能性があるといえ、そもそも何をもって臨死体験とみなすかという点自体が難しい問題であるといえそうです。ロング自身、臨死体験研究財団 NDERF の調査で得たデータを科学的に分析する際、多くの異なる事例の中で
一貫しているものこそが実在するという科学の基本的な原理に従ったということや、断片的で支離滅裂な記憶の回答を調査から外したと述べていますが、臨死体験の研究は研究者がどこまでを臨死体験とみなすかという研究姿勢や体験を引き出す設問にも左右されるとも考えられます。それゆえ文化的影響の大きさとそれらを超えた万人共通の要素について究明するのは困難であると言えますが、臨死体験についてさらに究明されねばならない課題の一つと言えるでしょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。